皆様こんにちは。 ANA オープン第46回目となります、北海道北広島市の札幌ゴルフクラブワッツコースより、今週男子ツアーを行っております。大会第2日目となっておりまして、今日はですね、昨日とはちょっと打って変わって、微風、昨日は風がちょっと強かったんですが、本日は、微風で、風はほとんど今のところないですね。また空の状況も非常に晴れておりまして、まあゴルフートーナメントとしては観戦日和で、選手も非常にプレーしやすい環境になっているんじゃないかなというふうに思っております。大会第2日目練習場ライブ、それでは、今日は1番ティーのですね、模様、先ほど全日空の飛行機のエアプレーンの映像から入ってきましたけども、ティーグラウンドからこちら練習場へと移動しまして、皆様に朝の、練習場ライブ、今日は午後組、昨日は午前だったので、昨日とはちょっと違うメンバーになるかと思いますが、練習場ライブを、お伝えしたいと思います。それでは潜入してまいりたいと思います。おはようございます。おはようございます。
おはようございます。本当にライブさん慣れないなんか違うんだよね。違います。どちら参加でもぎこちない。ぎこちない。ぎこちないですか。もっとスマートにスッとスッとか、その格好がまず違うそれはThank you.
ですね。いいですね、ブルーで。あ、ええカラーで。靴カラー。こういうことです。あなた明日からも青系の。明日も。じゃあちょっとかっこいいショット一発お願いします。はい、チリです。頑張ってください。おはようございます。はい、あ、撮影、撮影、そうです、今ライブ中で、インスタライブで、はい、竹谷さん今日、いや、たまにしかやらないですね。はい、そうですね、ちょっと僕はもうしがみついて、しがみついて、しがみつきながら、はい、上を目指して、目指して頑張ります。今日は風もちょっと昨日より穏やか で、 そうですね、はい、竹谷さんを多分マッツは迎えてくれると思うんですけど。みんなそうです。迎えられる人と迎えられない人。迎えられる。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。ございます。ございます。
ございます。ANA オープン第46回となります。 ANA オープンですが、本日インスタライブ、お届けしてまいりました。こちら札幌ゴルフクラブワッツコーツ、天候は非常に今日はよくて、風も微風ということで絶好のコンディションとなっております。昨日6アンダーでトップタイ、数人泉田大二郎選手ほか今平周吾時松など並んでおりますが、今日はどういう展開になりますでしょうか。ぜひ大会第2日目、本日の ANA オープンを、JGTOホームページで速報等インターネット中継もお伝えしておりますので、ぜひそちらの方をご覧いただければと思います。それでは皆さん、明日また朝インスタライブを皆様にお伝えいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。失礼いたします。